玉シギとは、千鳥目玉シギ花に分類される鳥類の一種である。ちなみに、玉しぎ花は一族二種のみ。インドから東南アジア、中国、アフリカ、オーストラリアに分布する。日本では、本州中部以南に流鳥として生息する。近年生息数は減少しているが、分布域は拡大傾向にあり、宮城県、山形県で繁殖が確認されている。一部の個体は、 東京南方へ渡る。体長は23から28センチメートルほどで、メスの方がやや大きい。オスメスとも目の周りが、まがたのような模様で縁取られ、胸に切れ込むような細い模様があり、腹が白い。くちばしと足は長いが首が太くて短いので、ずんぐりした体格に見える。鳥類の中では珍しく、メスの方が灰色が目立つ。オスはくすんだ。 海力色に、気褐色のまだラ模様がある地味な灰色で、マガタ玉模様と胸の模様も、高褐色だが、メスは、喉が赤褐色で、マガタ玉模様と胸の模様が鮮やかな白である。水田や湿地、河川の岸など、淡水の水辺に生息する。批判食器は小さな群れを形成していることが多い。夜行性で、夜になると水辺を歩き回って、餌を探す。動きは、 あまり活発ではなく、危険を察知するとまず身動きを抑えて地面に伏せたり、水中に目と、鼻腔以外を沈めたままの体勢で敵の様子を伺うことが多い。植生は動物食で水生昆虫や小型の軟体動物、関係動物などを捕食する。繁殖形態は卵生。水辺に近い地上に枯れ草を敷いて映像し、卵数は普通四卵。 放卵日数は19から21日である。オスが放卵、育数する。繁殖期に、メスは、夜間、高校、と鳴く。ロストラチャラベンガーレンシス、魂には、鳥類としては少数派である、一冊多フであることでよく知られている。日本での繁殖期は4の10月で、この時期になると、メスの口しが赤くなり、オスに対して求愛ディスプレイを、行うようになる。 オスとつがいを形成し、交尾を行った後しばらくしてから、メスは、オスが作った巣の中に普通4、卵を産む。産卵後は、メスは巣を離れ、別のオスを求めて、ディスプレイを行う。このようにしてメスは、複数のオスとつがいになりながら産卵する。これは、魂の生息地が、洪水による、氾濫の危険が高いため、数が多いオスに分散して子育てさせることにより、 確実に子孫を残すという戦略と考えられている。残されたオスは放乱と育数を一話で行う。ヒナは創生性で生まれるとすぐに親の後を追って歩き出す。深後しばらくは親がヒナに口移しで餌を与える。育数期間は深後40から70日程度である。生息地である湿田や沼地が減少していることから生息数は減少気味である。 ありがとうございます。